風水っていうのはどっちかというと統計学でしょ、はあ、でその中国や何かのずっと調べてみますとね、でいろんな磁気エネルギーっていうのがものには全部あるじゃないですか、はいはい、でその磁気エネルギーでね磁場みたいなものもあって、で色にもやっぱり磁気エネルギーがあって、うん、でそれで黒っていうと悲しみの色、お葬式の色だったりマイナーなんですよ、うん、ですから赤っていうのは生命力の色で、うん、だから人間の一番生命力の塊を何て言います？赤ちゃんって言うでしょ、赤ちゃん、はい、黒ちゃんって言わないんですよ、言わないですね。それで60歳ぐらいになって、それで還暦になりますね、はい、生命力が落ちてきますね、はい、赤い布団に寝せて、はい、赤いちゃんちゃんかぶせて、赤い帽子かぶせるでしょ、あれが古来の知恵で、で過去関係がないかでも重労働の人は白じゃなくて赤ふんどしだったんですよ。でそれから遊女とか芸者さんとか、はい、つまり体を張って、はい、体で生きてるような人は、はい、つまり赤い腰巻き、赤い中襦袢で、で浅黄色とかね、ピンク色とかね、青磁色だとか、そういう淡い色のつまり中襦袢は素人の奥様や娘さんだったんですよ。でそれで黒をお召しになる時に下に赤いものを着てて、うん、でそして上になんか光り物をねちょっとあしらうとかするとプラスマイナスゼロになってその触りはない、うん、でそういうことや何かがあってね、でそれでちょっと進めてみたんですよ。効果絶大じゃないですか、あと、うん、運気上げたい人赤いことやればじゃあどなたでもちょっと上がるかもしれませんか。まあそうです、はい、ついこの間もねもうずっと黒ばっかり何から何より黒ずくめの人がいて、で知り合いだったんで、はい、でちょっと良くないことが起きるからお願いだからやめてちょうだいって言ったら、あれは大丈夫なんだよって言ってたら癌になっちゃったんですね。でそれでまあ癌になったからさ、ほらあったじゃないのそういうことっつって、はい、手術して治って出てらして、はい、まだ黒着てたと、でそれでもう偉いことになるからお願いだからまた懲りもしないでもう他のね何でもいいから他の色にしてちょうだいって言ったら、でまだ大丈夫だよって黒着てた再発しちゃった、うん、で今ちょっと大変なことになってらっしゃいます。だからね、先人たちのねいいって言われたことはね、まあ迷信はいけませんよ、うん、だから変なね霊能者であるとか占いであるとか信仰宗教であるとか、うん、禍々しい人とかいい加減な信じられないのもたくさんございますよ、うん、それを見分けないとね、で何でもかんでも一緒にしてはいけないと思いますね、はい、うん、ありがとうね、覚えてきましょう、赤パンさん次のテーマこちらです、参りましょう、はい、参りましょう。人生は選ぶ色で決まる、色ってのはまさにこのカラーの色ですよね、はい、それはね別に迷信とかいろんな伝説とかって中国に古く言い伝えがありますでしょ、はい、それを日本は風水ってものを取り入れたわけですけどね、うん、例えばその風水だけじゃなくてもね色っていうの も例えばですよ、今は世の中見てごらんなさい、はい、お墓が並んでるみたいですよ、ビルのグレーのお墓、グレーのビルがずっと建ってるんでしょ、都会のビル群は確かにお墓のように見えない、お墓に見えるんですよ、ね、グレーと黒、はい、イメージはどうです、黒寂しいですね、でも黒おしゃれな感じもしますが、ダメですか、でもね、昔は黒で無彩色でノンアクセサリーで人の家行ったら塩まかれたんですよ、縁起でもないって葬式でもあったのって言われたんですよ、そうでしょ、はい、でグレーは一周忌の時の喪服なんですよ、悲しみ、そうそうそう、で悲しみ色、不安の色、はい、ね、とにかく苦しみの色とか嘆きの色の悪魔の色、ほとんど黒じゃないですか、真っ赤な洋服着た悪魔って見たことあります？そうそうないですよね、あんまり日本にいないです ね、そうでしょ、赤鬼はいますけど、だからね黒とかグレーっていうのはそういう縁起が悪い、例えばですねここにお花がありますね、はい、生き生きとして命を持ってるお花で、はい、植物で黒とグレー見たことあります？ないですね、ないですね、ないですね、黒い花とかあんまりまずないですよね、ないでしょ、生命力を持って生き生きしてるの黒とグレーはないんですよ、はあ、死の色、停滞の色、例えばですよ、想像してみてください、はい、野山が全部黒とグレーの木や葉っぱだったらどう思います、
つまらないですね、もう死んだ風景のようにでしょ、墨絵の世界でしょ、はい、そうですね、あれがずっとどこ行ってもそうですよ、咲いてるお花が全部グラグラとグレー、でも今世の中そうなってるんですよね、だからデザイナーちゃってみんな黒のグレーばっかり作ってる、はい、しかも夢がない、で例えば戦争が起こるんだってあんな網色のね竹だけしい材質のものでああいうふうな軍服作るから戦争も起こるんで、はい、人殺したくなるんですよ、はい、ね、だけどあれがね兵隊は必ず全世界も協定を結んで、はい、必ずショッキングピンクにすべきだって言った、兵隊さんがピンクそうピンクの兵隊さんですか、そうで鉄カブトの代わりにね、はい、花の帽子かぶせる、花の帽子そしてね、はい、軍隊の軍足で朝起きたら必ず厚化粧すること、あの迷彩の色を塗るのはありますけど厚化粧白塗りそうそうピンクにね、ねピンクの軍隊戦争する気になりますか、兵隊さんだったらコメディ舞台ですよねそれね、で材質もゴワゴワしたもんじゃなくてサテンかないこのシナシナしたのフリルいっぱいつけて軍服にすればいいんですよこれは戦争法にならない、戦争はなくなりますね、戦闘だからね、世の中はねその色っていうものがねいかに日本がねよかったのさっき言ったようにもうや黒いのは屋根瓦だけであと全部自然色だった、ね、今日は三輪さんの、色が持つパワーというのをちょっと教えてくださるということでこちらにすみません、はい、8つ色をピックアップしました、はい、うわー軽い色、あ、色がありますね、赤は生命力を与え情熱を盛り上げてくれる、はい、うん、例えば赤でね生命力の塊の人間のことなんて言います、生命力の塊の人間、赤ちゃんって言うでしょ、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、あ、確かに黒ちゃんって言わないんです、言わないですね、赤ちゃんですね、赤ちゃんですね、でしょ、でそして生命力が落ちてきて60ぐらいになって、はい、ね、還暦迎えて生命力が落ちてきたら、はい、その代わりに生命力の代わりにパワーを上げるために赤い布団で赤いちゃんちゃんこで赤い帽子かぶせるんですよ、で昔の労働者は赤ふんどしで白ふんどしじゃなかったんです、労働者はね元気が出る色なんですね、でお嬢さんとか芸者さんとか、はい、でそういった人たちはみんな赤い腰巻き、確かに赤い下着を売ってる店見たことありますけど、ね、神社仏閣の鳥居やないかもな、赤でしょ、真っ赤ですね、ちょっとあのこのパワーとりあえずご紹介しましょうか、はいはい、ピンクもあります、優しさや愛情を表す色、青は、そして青いきますと落ち着きと知性をもたらす色、ベージュや茶色は母なる大地の色、落ち着きを与える色、金色ですね、はい、そして上いきましょうか、今度は黄色でございます、黄色は何といってもこれ平和を呼び金を招いてくれる色、紫もありますと知性と情熱を兼ね備えた理想の色、緑リラックス効果のある癒しの色、はい、そして白は汚れのない汚れのない無垢な色、ちょっと今気になったんですけど三輪さん黄色の髪ずっとこうあんところしてらっしゃいますけど、はい、平和を呼び金運を招いてくれる、いや私の場合はね前世がピカチュウだっただけなんですピカチュウ、ピカチュウピカチュウまだ生きてるっていう説もありますけど今あの不意打ちを今言いましたけど、いやあの帝王の色なんですよね、中国やないかの帝王のね、あの帝王帝王帝、はい、中国なんかでね、あの競技なんかをご覧になると分かると思います、はい、王様が出てくると大抵黄色いもの着てますよ、はい、おーそうですか、でそれから日本のね、はい、例えば帝にしても何しても黒いねあの滴れを着る、着た場合でも中に真っ赤を着てます必ず、うん、じゃこういった色をちゃんと選ぶってのは大事なことなんですね、紫ってのは魔除けの色でね、あのなんか向こう の, あの悪魔の映画でもね、あのカトリックの坊さんでしたけどね、はい、今朝は紫の今朝でこう悪魔の入ったものをこうやって取り去るとこあって、あ世の東西の問わず同じだなと思ってたんですよね、つながるものあるんですね、昔の殿様とかなんとか歌舞伎でも頭痛の時に紫の鉢巻きするでしょ、で紫の布団に寝かせるんですよ、ね、あそうですね、熱さましで魔除けって言うんでね、うん、昔の人はねそういうところ全部してましたよね、でもこのそれぞれに持つ、はい、パワーというのがあるということですね、お先祖の知恵はね無駄じゃないんですよ、はい、だそれ全部研究してね生活の中に取り入れちゃうんです、皆様人生、はい、明るく明るくパワーで参りましょう、行っていただきたいと思います、はい、